波の谷間に命の花が二つ並んで咲いている。兄弟分ではちゃちゃんちゃん、親父の肩身ちゃちゃんちゃんちゃちゃちゃんちゃんって感じじゃ。兄弟分が帰ってきたんじゃ。見よう、この船はな、兄弟で漁に出とる船なんじゃ。でな、船に覗き込んでるのがお母様じゃ。今日も無事帰ってきた息子たちを見守るお母様、どうじゃ。冷やかいっていうのはな、たくもね標準語かとは思うんだけどな、一応説明しておく。氷が当たって冷たいっていう意味なんじゃ。冷たい。でもな、冷やかいお茶、冷やこいお茶とか言うからな、冷やかいは標準語なんかもな、たくもねは標準語だとは思っておる。目の前にあるな、中貝さんのな小屋、小屋にちょっと行ってみようっと。キョロキョロしておかないとな、油断したらリヤカーに引かれる。危ないんじゃ、あっちからもこっちからもリヤカー来るからな、忙しいんじゃぞ。片側にな、9軒分入る小屋があってな、全部でな、筋は7つあった。だから、クハ72軒分入れるんじゃ。でもな、一人の仲買さんで2つ3つって小屋借りとるからな、70軒も仲買はないんだけど。どうも。たくもねも笑い声が素敵だったから真似しちゃった。昔って20年ぐらい前だった、50件ぐらいあった。20年、30年ぐらい前か、ね、うん、53年以上は、あ、この建物がな、うんうん、この時だったら50件ぐらいあった。お、昭和53年にできて50件ぐらいあったと。そうだ、まあ大方40年やな。50何年よ。でも僕子供の頃できたもん、これ、うん、おお、まあ40年やな。古いな、うん、話伺った方はな、もうな80歳を超えておる。でな、もう仲買歴は50年以上だって言っとったので、カメラ向けたらな恥ずかしがっとった。このお母さんのな、名前がこれまた素敵なんじゃ。とても素敵。日本一素敵な名前なんじゃ。うちの家内と同じ名前。タチウオがな、出てきたって言ってもな、この大きなタチウオでな、泥箱にいっぱいぐらいなんじゃ。たくもねな、行っとった時はな、いっぱい、10杯、15入ってな、取れたこともあったんじゃ。本当にな、めっきり減ってしまったの。まだな、出てくるぞ。和歌山県庁にはな、すごい方がおるからの、必ず魚が増えるような政策をしてくれてな、また紀伊水道に魚が蘇る時が来るんじゃ。拓宗はそれを信じておる。じゃあどうですか、じゃあ並んだ、ピーカどこに、このな、詳細部分でちょっと上から見せて、色のとこ、これ名古屋フグとかも言うん違うかな、うんうん、違うかな、そうよなあ、これ美味しいらしいでな、唐揚げって美味しいでらしいわな、うん、どこあんのよ、そんなこと言うことだよ。そうか、でもこれ好きな人めっちゃ好きやでな、美味しいで、これ食べたことない。夏は暑い、外にいるだけで汗びしょびしょ、ぐちゃぐちゃ、たくもねぐちゃぐちゃ、怪異なもんやよ、見よ、怪異なフグ、本フグじゃ、本フグ、本フグ、すっごいぞこれ。でもな、残念なんじゃ、暑さでな、死んじゃったんじゃ、もう悲しいの。死んだらな、値段が下がるんじゃ、もう悲しいな、もうフグが死んだ、悲しい、ショックじゃ。フグな、あの大きさったすっごいな、たくもねな、昔の記憶でな、フグ1匹な、5万円とか6万円とかっていう記憶あるの。すっごいんじゃ、フグなんかも
天然のあんな立派なフグなんかめったに見れんからの。すっごいな。どうじゃ、すっごいじゃろ、こんなんめったに取れんぞ、でっかいの。でも死んじゃったんじゃ悲しいな。ショック、本当にショック。死んだらいくらぐらい値段下がるかはたくむには分かんないけどな、やっぱり生きてた方がいいんじゃ。もうすごい、さすがじゃ、100杯近く船があるからの、魚の種類は多いの。じゃな、あれじゃ、自分のリアカーを待つ漁師の後ろ姿、かっこいいの。この市場はな、もう40年ぐらい過ぎとるっつっとったからな、もう解体、解体してな、来年新しくできるんじゃ。楽しみじゃろう。浜の打たせもできてな、市場も新しくなってな、でな、シラスの市場も新しくなるんじゃ。その次におそらくな、仲買さんの小屋も新しくなる。全部サラピンピンじゃ。すっごいぞ、綺麗になるぞ。皆さんもご一緒にサラピンピン。はい、もう一度サラピンピン。秘密どうやってその保存、もうそのまま漁ってね、あの唐揚げ粉洗いで、柏に来るよ、あの唐揚げ粉をしてあれってもうちょっと骨つけて食べちゃう。骨つけたままけ、骨つけたままよ。骨も食べれるの？骨は食べられん、もっとプリプリに揚げただけだけどね、身だけよ、大きいやつやったらちょっと身を骨つけて食べちゃう。うまいかな、食べよう。そうやね、じゃあね、じゃあね、浜の打たせじゃ。もう魚並んどるかの、たくさんたくさんありそうじゃの。タッチョとタイじゃ、タッチョとタイ。この間な、知り合いからライン来たんじゃ、浜の打たせの魚の値段がな、安いということが改めて分かったと。予想のな、産直に行ったらしいんじゃ。そしたらな、イサギ何匹いくいくらとかな、タチウオ何匹いくらとか見てきたらしいんじゃ。そしてもう一度浜の打たせに見てな、値段見た、やっぱり浜の打たせしか安い、しかも新鮮じゃって。当たり前じゃ、今さら何言うんじゃ。浜の打たせは気前がいいんじゃ。ただいま浜の打たせ、浜の打たせマイクのテスト中でございます。たたただいまマイクのテスト中、浜の打たせ。バリダにおったら太るの。こないだのな、芝エビ、トロバコいっぱい買っとったでろ。あれのな、天ぷら、玉ねぎとか入っとらんの。もうエビ 100% じゃ、もう、えらい。こっちはもうオタクもね、太って太って仕方ないの。ダイエットなんだけどな。今日は諦めよう。いっぱい食べよう。じゃあな。バイ。頼むじゃ、来てくれな。バイ。